浅野さん浅野さんこと、えー、特命係長、只野均さん、はい。いや、あのー、まさか浅野さんがお申し込みいただけるとは思わなかったです、ありがとうございます。はい、まなぜお申し込みいただいたのかわからないですけど、何がフックだったんでしょうかね、ありがとうございます。あの小坂君のカメラ転売のノウハウ、入ります、どりやかに。 あとね、FX のやつね、やばいっす。FX のノウハウやばいんで、ちょっと楽しみにしておいてください。資料、ちょっとね、途中経過の資料を見させてもらったんですけど、やばいっす。FX。やばいっす。とりあえずやばいっすで。あとメールでいただいてたんですけどあの、マジシャンの方とお知り合いになったっていうことで、もうマジシャンやばいっすね。マジシャンもやばい。<laughs> マジシャンめっちゃこれね、まあ、YouTube マジで使いますよ。 やばいっす。マジシャンだったらもうユーチューバーです。完全もう余裕で。あとはそこからマーケティング組んでいけばめちゃめちゃバズりますね。マジで。これは情報発信するべきですね。100%。うん。まあ今度大阪行きますんで、多分大阪が、えー、っと、まだ飛行機取ってないんですけど、3月の、えー、 5日6日6日か7日か5日か分かんない、うん、多分6日か7日ぐらいですかねに行く予定ですので、はいまあ、日程調整してお会いできればなと思います。はい、で山田さんが大阪に来れて、そうですねそう山田さんにあのミサさんの件ちょっと話してなくてこの前山田さん鹿児島来たんですけど。 もう滞在時間が短すぎてちょっと話すの忘れてしまってて山田さんに話し通しておきますんで、はい、山田さん今もうどうなんだろう山田さん、まあ、山田さんもなんかね全国いろいろと回ってるんではいまあセッティングすることは可能というかまあうんはい大丈夫だと思います、はい、ということで なぜお申し込みいただいたのか意味不明ですけれどもありがとうございます。何何何がフックだったんですかね。何に興味あって買っていただいたのかあれですけどありがとうございます。はい。うん。なんですかね。やっぱカメラ転売ですかね。いや違うのかな。あでもあのあれですよ。あそうそうそう浅野さんはあの今回その500回記念ライブのその んが初めて初めて人生初のコンサルを売った時どうやって売ったのかっていうのを映像収録されてますのでそ,うそれ浅野さんにぴったしじゃないですかねそうこれから何かこう売っていくっていうことであのー、アムエプラザもあるわけですから、まあ、あのアムエプラザにもぴったしのもう完全にぴったしの話をしてますんで、はい「特典の500回記念セミナー」これぜひいいんじゃないですかね。 とということで、あの商品の方はあのメールの方で記載していますのでえご確認ください。はい、またあの、あのー、大阪行くときはよろしくお願いします。多分お会いすると思いますので,、はいですねはい。ではまた何かあればご連絡ください。ありがとうございました。